部任せとけって。私は戦える。心配は無用だ。そうそうは言うけどな、心配なんだよ俺は。兄上、なんだ聖祭、やっぱり不安なら俺の後ろに。大丈夫。おおそうか。だが少しおかしい。陸皇に夫人とはまるでこちらを待ち構えているようだ。陸皇の指揮はどうしよう。おそらくこの戦は彼の描いた絵のほんの一部でしょう。皆さん警戒して当たってください。よし。行きましょう。任せてください上将。さあ気合い入れていくぜ。そう、本当に諸君を敵するのだ。同盟の夢見定めない。そう、王戦の構え。あの地、少し気になる。制圧に向かう。戦艦を開く。私たちは叩く。使わなければ敵の中心を避け、すぐに抑えない。兄を見直した。
この策ぶっ倒してやる。今なら有効だろうな。我が知略食べさせてもらおうか。これで家計は防ぎましたね。ですが、この先も何か企んでいるでしょう。家計部隊はやられてしまった。逃げろ。リクソンがいるとのこと。真偽を確かめる。手加減できねえ。真偽を確かめる。やめ。用心してください。リクソン。繁盛にも現れた五の将軍、警戒しなくて。なんだ俺の家計を邪魔するのか。ひどすぎるぞ。やれーな。あんま怒らせんなよ。もう我慢できねえ。今の状況だろうか。この手技法でお前を灰にしてやる。やれーな。まだ怪しい場所があります。注意して進みましょう。これ以上やけどする前に引くぞ。敵将討ち取ったからな。太陽のようにまばゆい兆候らしいな。見つかったか。敵を突破は難しいな。
の策が看破されたのでしょうか。まさか私たちの策が逆手に取られる。さすがは諸葛亮です。
開く。私たちが戦わなくて。こんなことさせんなって。次回に預けよう。さらば強敵を。敵将討ち取ったからな。いや見事、さすが諸葛亮殿。それに若い世代も皆実にたくましい。この戦の狙い話してくれますね、ロシ君。何、お前たちの強さを示したかったのだ、我が孫悟に向けてな。ごも一枚岩ではない。職を恐れ倒すべしとの声も上がっている。だが孫権殿の志を果たすには再び命を結ぶべきなのだ。しかし繁盛では。ああでもせんと孫悟が割れた。やむを得なかったのだ。この敗北をもって俺が孫悟の皆を説得する。さあどうする、諸葛亮殿。わかりました。こちらも劉孫同盟を歓迎します。お前たちこれでいいだろう。はい、ロシク殿の慶眼勉強になりました。私は陸白玄、以後は我らの命のために尽力します。両使命と申す。これより天下まで堂々させてもらう。